大人目線でアニメを語ろう。セーラームーン SS の夢の鏡の続演出が完全に子供向けではない。これ小学生の頃いけないものを見てる感じだった。めちゃくちゃ印象に残ってて忘れられない。悠々白書の霊界探偵はなかなかのブラックだと思う。働いてるのは中高生で命がけで敵と戦っているのに無収入だし。スネ夫って恵まれてるよなー。ひねくれてるけど、あの子は弟が養子に出されてるし、おねしょ癖治らないし、結構家庭環境複雑よ。でもお金には困らないし、将来安泰じゃん。藤木は言うほど卑怯じゃない。藤木を非難する長沢の方が卑怯なとこあるし、ネチネチしてて性格悪いなといつも思ってる。長沢は卑怯じゃなくてクズだよ。不可抗力なこと多いよね。磯野さんちの電話の切り方、失礼極まりないと思う。どんなだっけ？要件伝え終わったら、無言でガチャ切りしてる。トムとジェリーの、トムはかわいそう。子供の頃から思ってた、不憫だなって。トムに感情移入しちゃうから、コミカルな明るいアニメなのにトムが不憫で主張するのがちょっとしんどいわら。わかる。ジェリーぶっ飛ばしてやりたいわら。金田一は大人になってから見ると辛くて泣ける。全部見てるわけではないですが、復讐パターンが多いですよね。子供の時はひどいやつだし当然だったのが、大人になってから見るといやそれ逆恨みっぽくなってるよ。無理あるでしょ？なツッコミしちゃうのもある。函館異人館ホテルとろう人形館の犯人には全く同情できなかった。顔覚えて名前書き込むだけで人殺せるノートなのにバレるのくさ。ライトが余計な自己顕示欲出してバレてたよね。私だったら地味に気に入らない奴と犯罪者を書いて絶対捕まらないのにと思った。確かシーンも選べたんじゃなかったっけ。ここにシーンを変えて殺す感覚を開ければ、関連性を疑う人間なんてほぼいないと思う。マルコって生意気だよね。自分の子があの口調で文句言ってきたらマルコ、どころじゃ済まないと思う。寿司屋の話や、お姉ちゃんが家庭教師をやる話なんかは大人目線で読むとすごくイライラするよね。すぐおじいちゃんに逃げるし、可愛くない。そこが等身大の子供っぽくて好き、意地汚いよね。コナンの小学生はなぜ胸が出ているの？視聴者に需要があるんでしょ。最近の小学生は発達が早いよ。1年生だよ。ヌーベイの生徒なんて小学生で巨乳。エヴァよりも不思議な海のナディア。ナディア最初すごく面白いけど、無人島で生活し始めたあたりからナディアのわがままが目立ったり話があまり進まなくなった感じがして、途中で見るのやめちゃった。最後はまた面白くなる？もったいない、最後の数話がめちゃめちゃ面白いです。無人島は端折っていいと思うよ。ラーン。そろそろ気づけよラン姉ちゃん。実はもう気づいてんのかなって思ってる。一緒にお風呂入ったこと以上に、眠りの小五郎の真実の方がランは知らない方が幸せだと思う。工藤新一は長期間学校を休んでいるのになんで留年にならないのか？いなくなってから数ヶ月しか経ってないから。昔は再放送が多かったせいかアニメだと夏休みやクリスマス作中で何度もやってるイメージ。サザエさん、おせっかいすぎる。カツオ、癒しすぎてイライラするサザエもガサツだし、婿養子でもないマスオさんが不憫で。カツオはちょっとお調子者なだけでそこまで悪い子に思えないな。やらかしちゃうこともあるけど、姉さん以外人傷つけないよね。実は妹思い出し優しいよね。森ゆきはどうしてあんな服着てるんだろう？視聴者サービスかな？船内で女性一人でこの格好売って。旧作の時は当初は他にもいたが他の女性はいらないとプロデューサーが消した。漫画だし仕方ない？だけど格好がセクハラすぎる。うん、今ならアウトだよね。当時は夕方やってたんやで、これ。ドラえもんはあれだけ目立つことしてどこもマスコミが嗅ぎつけないのはおかしい。秘密道具で情報操作してるのかな。まあ、ドラえもんの時代より少し前にパーマンが街を救ってくれたから今更世間は騒がないのだろう。ドラえもんたちは本当に危ないことばかりしてて心配です。映画では毎回普通に死にかけてる。海底祈願場とかね。しかもたまたま助からなければ死体すら残らない感じだったし。秘密組織のメンバーに感づかれず下剤を盛るミサエは有能。というよりこいつが無能。普通飲まないで飲んだふりするよね。グレシンといえば5歳児が保護者なしで外で遊んでるの時代的にもう無理があると思う。その前にタラオさんも自由に一人で行き来してるし。
サザエさんやドラえもんはアニメ舞台が昭和なんだなって感じるけど、クレシンはスマホ普及してたり割と現代感があるからな。父はダメ旦那に振り回されてかわいそうと思ったが文句ばっかりで離婚しない父もあれだな。なんで離婚しないの？原作読めばわかるけどなんだかんだ二人ともお互い大事に思ってるよ。そりゃ好きなんでしょ悟空のことが。大人になるまでずーっと忘れなかったんだものね。悟空は忘れてたけど、それなりに美人だし寄ってくる男もいそうだけど、悟空一筋だったんだろうなと思う。東京リベンジャーズは、小学生でタトゥーやピアス許す親はやばい。ありえない。大人になるとねねちゃんのママかわいそうって思う。娘の友達からしつこい味とか言われたら腹立つ。それでぬいぐるみを殴るだけってむしろ優しすぎだよね。私だったらその場で怒るし、なんなら追い出してるよ。昼間家でのんびりしてたら突然しんのすけが押しかけてきて勝手に高級芋羊羹食って、最悪だよね。しんちゃんはもちろん、ミサイも結構ズーズーしい、ねねちゃんママの気持ちがわかる。野原親子とは付き合いたくない。ねねちゃんのママかわいそうすぎる。スラムダンクの湘北高校は県立高校なのに学力の差がすごいよね。進学先の限られている地方県立高校にはよくあることだって。神奈川県だとおかしいのかな。理由はわからないけど30過ぎてからジブリが苦手になってきた。私は小さい頃は軽い気持ちで見てたジブリ作品が大人になってから涙なしじゃ見られないよ。トトロって泣けるんだ、って気づいたね。そうそう。トトロ見て泣ける。千と千尋以来嫌い説教臭くなったから。ミミスマの政治や明日かにときめいてたけど大人になってみると言動に突っ込みどころ多かった。あたしんちの両親、いろいろとギリギリ。お父さんは水洗便所で手を洗うし、お母さんは床拭いた雑巾で顔拭くしアウトだな。はっはっは。あれだけ盆栽や窓を壊されてるのにお叱りだけで済ませる雷さんはむしろ優しいと思う。今のご時世、公園でもないただの空き地持ち主は民間人の描写ありで遊ぶのはないわな。忍術学園の先生たちは卒業した子供たちが戦場で戦って死ぬかもしれないことをどう捉えているのだろう。時代背景を考えればそれはおそらく尊ぶしなので、悲しいし悔しいが弔う覚悟も持っていると思う。だからこそ指導に熱も入るのでは。米花町が実在していたら、ガルちゃんの町関係の時で治安悪すぎ民度低すぎと叩かれそう。しかしセレブもめちゃくちゃ多い。著名な文化人から芸能人、スポーツ選手等々みんな町内かその近辺にお住まいだもの。アンパンマンたち、変装したバイキンマンやドキンちゃんに気づけよ。のび太がボッコボコに殴られたり、物を強奪されたりしても親は無関心。私ならジャイアン母にクレーム言うわよ。時代だからね。昔の親は子供がボコボコされて帰ってきても子供同士の喧嘩としてみなされてた。たとえいじめられたとしても喧嘩で負けたくらいにしか思ってない。赤毛のアンってどういう話だっけ。何気なく見返してみたんだけど、周りの人に愛されて感触持ちのアンがどんどん大人になっていくのを見てジーンときた。大人にならないとあの感動に気がつけないと思う。ホタルの墓のおばさんの立場になったら、あのおばさんよりひどいことしてそう。これは客観的に見たらおばさんの気持ちわかるよね。戦時中に引き取ってくれただけありがたいわ。そりゃ自分の子供たちの食べ物の確保が先よ。あの映画はセイタもおばさんも悪くない。戦争が悪い。大人になると少女にマジで恋愛感情抱く、ロリコン男キャラのヤバさがよくわかる。この画像のカードキャプター桜はほんと教師と小40歳はない。戦う女子の露出度、薄着ですぐ怪我しそう。一方、男たちは肌が一切見えないガチガチの鎧。セーラー V でもっと防御力高い装備がいいって変身ペンで変身したけど、フルアーマーは重くて動けないって元に戻ってた。タキシード仮面が普通に歩いていたら、通報される。深く考えたくないような。次はどんなトピをまとめようかな。また見てくれたら嬉しいです。